皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。ついに BTS のマンネコンビ、通称、グクミンことユングクークと自民のバラエティ番組、Are You シュアー。が配信スタート。加えて、ナ PD でおなじみのな4足 PD が作り出す大人気料理バラエティ番組、ソジンの家シーズン2の配信が終盤。 お迎えることもあり、今回は番外編として、一度は見ておきたいバラエティー、オーディション番組をご紹介。心を浄化してくれるような、笑いあり、胸キュンあり、感動ありの番組を見れば、猛暑疲れが吹き飛ぶかもしれない。BTS のマンネコと通称、グクミン、でおなじみのユングクークとジミン。昨年12月に同伴入隊した二人ですが、 今年は長男ジンがカムバックしたこともあり、2025年の BTS 完全復活が少しずつ見えてきましたね。で、グクミンと3話以降のチェジュ島ロケで合流するテテコと V が撮影当時にたびたびインスタグラムで匂わせていたので、配信日の情報に関して首を超くして待っていたアーミーたちが、週一、木曜配信の楽しみにしているであろう本バラエティ。 グクミンは2017年の東京旅行以来約6年ぶりの旅となるわけですが、今回は特に自由すぎるユング空気と部位に振り回される自民の図。寝っ転がっているところに水鉄砲で集中攻撃されたり、それにしぶしぶ付き合ったりと、j h a ークたちヒョンラインと一緒にいる時とはまた違う空気感がいい。まだ3話までの主張ではありますが、全8話。 一話ずつ噛み締めながら見たいと思います。現代は、いげマジャで、これでいいの、これで合ってる、のようなニュアンス。この若干緩いタイトルも絶妙な塩梅でいい。笑い9割、真剣1割くらいの分量で、時々音楽の話を真面目にするシーンがより際立つし、心に刺さるんですよね。かなり素に近いナチュラルな姿が堪能できることも、韓国バラエティの醍醐味です。 1>, 1から2話はグクミンペアでアメリカが舞台。3話以降はチェジュ島、そしていずれは札幌。と、とにかくグルメに欠かせない場所ばかりなので、お察しの通りユングクークと V の食べっぷりが最高に良く、それを見ているだけで幸せな気持ちに。活動時期はどうしても食べるものを制限しなくてはならないことも多いし、いっぱい食べて、と何やらオンマの気分。インザソープ BTS バージョン。 しかり、これはどのアイドルグループのバラエティ番組でも感じますが、みんな食べている時がめちゃくちゃ幸せそう。そしてその姿を見ているだけでエネルギーチャージになるのですよね、私たちは。アメリカでのユングクークのカヤック、ボシャン、事件、わら、も必見だし、チェジュ島でのアスレチックパークでのはしゃぎっぷりも愛らしいし、ゴーカートの楽しみ方も三者三様で面白いし、 4話以降はシュノーケリングもあるしと、終わって欲しくないけれど、早く続きが見たいという衝動に駆られますね。そして間接的に自分も自然を楽しんでいる気分になれるというか、これぞ妄想トリップだわーと終始穏やかな気持ちになれます。何層にも連なるヒーリングパワーを注入しているかのごとく、日々の疲れが飛んでいく。エディター K、動画をご覧いただきありがとうございました。 また次回の動画でお会いしましょう。